ほーい、ともれです。今回ですね、ちょっと今のトレクルの状態についてね、話して、いきたいわけですけども、最近、このね、半年間ぐらい、毎月なんか問題があってですね、バグであったりだとか、なんか急な、そのサーバー落ちだったりだとか、イベント延長だったりだとか、毎月なんかはね、ありまして、でそのたびにね、いろいろメンテナンス入ったりだとか、この、視聴者とかね、トレクルプレイヤーの方とかが、ツイッターなどいろんな SNS でね話したり、していたわけなんですけど、自分も何本かね上げたりしてたんですけど、そのたびにねいろいろ言わせていただいていたんですが、今回に関しては、ひどいなと、今までのも十分ひどいんですけど、今回に関してはいろいろと、ひどいところが、多数あるなっていう、ところにはなってますかね。はい。まずね、今回何があったかっていうのを、説明させていただくんですけど、急なサーバー落ち、これが今主に言われていることなんですけど、急に例えば海賊祭をプレイしていた時に、急に落ちて、で落ちた時でその強制終了したと思われ、その連勝がストップしてしまったりだとか、っていうのもありましたし、あと毎回このなんですかね、あのトレクルに入る時になんか、アクセスが集中していてなんたらかんたらっていうのが出てくるんですよ。でそれを何回か繰り返していると、このトレクルに入れるみたいな、感じになってまして、なんか曖昧と言いますかね、なんか途中でなんか中途半端に止まってるみたいな、感じになっているわけですね。もしかすると、アクセス集中してなくて、その何ですかね、アクセス集中してますよっていうのが出てきてしまうっていうバグなのか、本当にまだねアクセスが集中していてなんか不安定な状態なのか、そういうのもちょっとわからないっていう、ところになってまして、でツイッターであったり、このお知らせとかでもそういうのが、ここで対処しますだとか、今後こうしていきますっていうのもないと、いうところになってまして、なんか運営さんもねちょっとやり投げ的なね、感じになっているのではないかなと。こっちが困っているのにその運営側が投げやりになっているのが意味わからないなっていう、ところにはなってますかね。今対処してるのかもしれないんですけど、こちらから見るとそう見えてしまいますよっていう、状態になってますよと。でなぜこんだけ言われているかっていうと、今ねあのワールドクルーズっていうなんか新しくイベントが来てまして、ランキングイベントなんですよ。で海賊祭であったり、今後開催されるトレーマーだったり絆決戦っていうののポイントでね、順位が変わってくるというところになってまして、で海賊祭をプレイしている方からすると、周回してね、上位目指したいよっていう方も急に落ちてしまったりだとか、この人は入れるけどこの人は入れないみたいなのも、あるのかな。そこまではちょっと、把握できていないんですけど、そういうね、うまく入れない方もいると、いうところになってまして、なかなかね思うようにランイベがねあのプレイできないっていうところで、ちょっと怒っているよと、っていう形になってますかね。で、これが一応ね今、言われている、ことなんですけど、正直言うとね本当にそういうランイベだったり、こういうねランキングイベントっていうのに関しては1秒1秒が大切なんですよね。自分はそんなに上位を毎回目指しているわけではないのでさほどね、起こるような要素はないんですけども、やっぱ1位の人とかね上位目指している方だったり、この時間帯結構できますよ、この時間帯ちょっとできないですよ、仕事あります、学校ありますっていう方もいるので、そういう時に、その時間帯にめっちゃ周回しようと思っていた方が、急に入れなくなって、ランイベが参加できないみたいな状態にもなっていますので、っていうのでなかなかね厳しい状況に、なっていまして、そういう、ことがありましたよと、いうところになってますかね。そのランイベでねやっぱ周回できないっていうのはだいぶきますし、で今回の報酬っていうのも結構でかいので、
皆さんね結構頑張っている方もいますし、まあ新しいイベントということでね、楽しくやりたいっていう方もまあたくさんいると思うんですけど、まあこういったねバグが何回もあったりだとか、毎月何かあったりだとかってなると本当にもう今後のねトレマだったり絆決戦っていうのも心配になってくるわけですね。多分何かしらあります。もう今言っときますけど、多分トレマだったり絆決戦何かしら起きます。はい、まあ、また絆決戦のなんですかね、ギミック紹介が間違っていたりだとか、ギミックが間違ってますよっていうのが急に報告できたりだとか、まあ、トレマに関してもそうですよね。急にライン目止まったりだとか、アクセス集中でなんたらかんたらっていうのを全体来る気配はします。今の状態であれば、まあ、なんでまたねトレマの期間が伸びたりだとか、まあ、そういう状態になってしまいますよと。はい、で、まあ、こういうのがないためにね、前回長期間の、まあ、長期間と言いますかね、まあ、1週間はかかってないですけど、結構な長さのメンテナンスをしたわけじゃないですか。まあ、そこで、まあ、今までのね良くなかったところを全て整理してやったと思うんですよ。でこの状態なんですよね。本当にメンテナンスしてたのかっていう疑問にもなりますよね、ここまで来ると。あんだけ長期間、まあ、使わせてね、トレクルができない状態にして、でたくさん、メンテナンスだったり、まあ、容量を増やしたりだとかなんとかって言いましたけど、まあ、そういうのをしていたりだとかっていうのもあるので、まあ、それでね安全にできるのであれば皆さんもね、まあ5日間とか、まあ、1週間ぐらいなら待ちますよっていうね、まあ、心の広い方が多かったので、メンテナンスやらせていただいていたと思うんですけど、まあこれそれを終えた次の時にももうすでにね間違っていたりだとか、バグがあったりだとかで、未だにバグ治ってないですよっていうのもありますし、まあイベントの途中でそのあれは治ったのかな、あんまり最近は見ないですけど、ナミの必殺技使ったりだとかね、ヤマトの必殺技使った時に黒いモヤモヤが出てきたりだとか、あれすごかったよね、ずっとずっと治んなかったもんね。まあそういうのがあったりだとか、まあ、なかなかバグがね毎回あるんですよ最近。いやこれどういうことなのかなっていう感じではありますよね。まあそうなのであればもうなんか本当にね直すのであれば、まあ例えば、いやでもそうなんですよ、やっぱ時間帯的にもねなんかいろいろあるので、メンテナンスの期間があれっていうのはわかるんですけど、まあ例えばなんか1日ね、毎月1日はなんかメンテナンスの日にちにするとかね、とりあえず治るまでは、まあそういう形にして、まあ1日だけちょっと遊べない状態にして、それでもやっぱその月、その間の月は楽しく遊べるように、メンテナンスを行うっていう形でもまあいいとも思いますし、こう急にねやっぱメンテナンス入ると皆さんね、なんだこれってまたかよってなるので、それならまたかよってジークになっちゃうので、なんかねやっぱこうするっていうのを決めた方がいいと思いますね。急にやっぱメンテナンス入ったりするとね、心配にもなりますし、あできないのか、今できないのかとかね、またかまたかってなると思うんですよ。まあなのでそういうのも大事だと思いますし、なんか中途半端ですよね最近ね、全体的にトリクル運営さんが。はい、でやっぱこういうことが起きてしまうと、まあそれこそトレクルっていうのはさなんか今友達になっちゃったけど、トレクルっていうのはその何ですかね、そのトレマだったり絆決戦で特攻キャラっていうのがいるんですよ。まあそういう特攻キャラをやっぱゲットするために皆さん課金したりだとか、まあ、ガチャ引いたりするじゃないですか。でいいキャラゲットできた、特攻キャラゲットできた、よし今回頑張ってトレマ周回するぞってなっている矢先に、ああいうメンテナンスが入るとはってなりますよね。せっかくゲットして、せっかく石いっぱい使ってゲットしたのに結局ラインはあんまできないじゃないかなったら、何のために引いたんだっていう話にはなりますよね。っていうのもあるので、いやこういうのは本当にないように本当にしてほしいですね。まあなんか今更言ってももうなんかやる気がなさそうなもう感じでありますけどね、運営さんも。なんかここまで来ると、わざとやってんじゃないかっていうレベルも来てますしね。でやっぱそういうことが起きると、課金者からねお金を奪ってるみたいな言い方もされてますし、いやまあそういうのもありますよね。でまあ今回の絆決戦のワールドクルーズに関しても、絆決戦でポイント3倍にしてしまうと、それが逆であればね、海賊祭3倍、トレマ2倍、絆決戦1倍とかであればまだね納得できるんですよ、無課金者とかもね。
でもやっぱ絆決戦参拝にされるとやっぱ飛躍を持ってる方がやっぱ優遇されてしまうので、その後無課金者がねなかなかその上位に行けたりしないというところになりますので、まあそういうゲームの仕様であったり、なんだか なんか全体的にゲームバランスもおかしくなってきてますし、うん。でまあ今回のすいませんまだ言うんですけど、トレマ自分で編成ちょっと考えていたんですけど、今回ほんとサボだったりコアラとかねハックがいないとマジで組みづらいんですよ。うん、なんか日に日にやっぱ特攻キャラがいないと組みづらくなってきてるわけですよ。まあね、だいぶね最近厳しいなって思ってますね。うん、まあ、なので個人的にはやっぱ今後はねそうしていただきたいなとは、うん、どうにかしていただきたいですよね本当に。まあ、最近はねあんまり言われてはいないんですけど、まあ、ちょっと前までねなんかやっぱイベントが毎回同じでつまんないみたいなっていうのもあったんですよ。はい、まあ、なんでこういうワールドクルーズだったりなんかいろいろイベントを追加しようとしてるのかなとは思うんですけど、まともにそういう今までできていたそのイベント、まあ、自分的にはねその別に飽きたりしてないので、その毎回のイベントっていうのが、まあ不安定になってくると何もかもね信用できないですし楽しくプレイができないんですよ。それならもう廃止しちゃえばいいんじゃないかと、ここまで来るならもう今まで通りに戻せばいいんじゃないっていう、うん、っていう形にもなっちゃいますよねここまで来ると。うん、せめてトレマ絆決戦海賊船大乱戦、まあここら辺は楽しくやらせてくれよって感じなんですよ。うん、他のイベントはもう正直もうグランドパーティーとかもいらん楽しいけどなあれ。でもああいうので本当にこういう不安定な状態になってしまうので自分的には本当にいらないと思ってる。うん、いやまあやっぱグランドパーティー楽しみにしてる方もいると思うんですけど、いやここまで来ると本当にいらないなって思いますね。それならもう1年前のね自分が初めて初心者の時にやっていたぐらいのあのイベントで十分だと、はい、思ってしまいますねここまで来るとね。はい、でもやっぱりまあ自分もねやっぱ新しくイベント来たら嬉しいですし楽しみになるので、新しいイベントはいっぱい来てほしいなとは思うんですけど、いやでもやっぱり今までやっていたランイベだったりそういうのがうまくプレイできなくなるのであれば本当に廃止しちゃってもいいんじゃないかなと、まあこれもう結論ですね自分の、うん、っていうところになってます。でまああとは、運営さんがね今後しっかり対応していただければ、文句は何もございませんので、はい、っていうところになってますかね。うん、まあちょっとね長々と話させていただいたんですけど、まあ、今回はねそういうバグだったりいろいろ問題が起きていたので話させていただきました。まあ皆さんもね、まあ、今後はそうですねちょっと安心できないかもしれないんですけど、まあ、自分もねできる限りはその編成だったりいろいろ上げていこうかなと思ってますので、ぜひとも参考にしてみてください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。